真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。だあ！目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。せぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀にとらわれることはあるまい。はっ、今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちら。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。今のは三十郎様かい。ああ、そうだな。何年言ったらわかるんだい。俺は売り物じゃねえ。殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、あ、愛子殿は、その…お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。
先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。間違いねえ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。ここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ひろき殿、お急ぎよ。お許しくだされ、何も取ってはおりません。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。お姉さんなら…けどけ、わしの番じゃ。勝負ごとは相手よりも知らんときに悪魔つくのが制すものじゃ。ひろき殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも、先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。そこだ、逃げろ逃げろ逃げろ。何者かの襲撃です、ひろき殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。奴らはまだ力を降りる。なんてこった、やりやがった。ひろき殿、皆を、私は父上を見つけます。いけません、危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は、ひろき殿、お行きくだされ、案ずることはございません。小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。命乞いするなら今のうち。うそいつを楽
にしてやれ。愚か。この向こう水なもののふは誰だ。聞け、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。命乞いするなら今のうち。首を落とせ。そこまでは逃げられるなりません。逃げられるうちにお逃げくだされ。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたしけない色木様。三十郎様をお探しなら先刻この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。さっき命乞いしてもないのに。役立たずが今にも使おうが。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者をお供させていただければよろしかったのだが。愛子殿が無事であればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。塵も積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ね。もう一発じゃねえ。くれるんだい。もうそうしろ。勘抜きを捨てねば。そこの木を持ってこい。はよせい。まだ来るぞ。抑えろ抑えろ。そこで止まれ。頼む。己を解放するじゃ。どこへ連れてったんだい。ふ
なんでだ、なんでだ。本は放っておけ。壁を登れ。逃げるなら今のうちじゃ。己を買いかぶりすぎる。退いておる。これは先生の行いか。ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をせれば